ランタン号ランタン号はかつて長崎県長崎市と鹿児島県鹿児島市を結んでいた高速バスである。1日に往復運行をされていた。諸事情により2020年3月31日をもって運行終了となった。かつてより長崎県と鹿児島県を直接結ぶ交通機関としては長崎空港鹿児島空港間の空路 同社撤退により2001年8月からは、オリエンタルエアブリッジが運行があったが、2009年11月より、従来の2往復から1往復に減便されることになり、長崎県交通局が高速バスの需要があるものと見込んで路線開設に踏み切った。県交通局は運行開始時点では、年間約18,500人の利用を見込んでいた。 なお、長崎空港、鹿児島空港間の空路については2012年3月31日をもって、オリエンタルエアブリッジが撤退したため現存しない。太地は停車停留所。長崎県内のみ、鹿児島県内のみの利用不可。AB、都市間高速バス。鹿児島長崎線路線廃止についてのお知らせ。南国交通。2020年2月15日閲覧。AB、 高速バス長崎鹿児島線の廃止について、長崎県営バス、2020年2月23日閲覧。3月1日から、長崎鹿児島線、ランタン号が、南国交通との共同運行になります。空港連絡バス、高速バスの発着書移転に関する、お知らせ。南国交通、2012年3月13日閲覧。AB、サンクパス。 南部九州三日間新発売。サンクパス運営委員会2017年2月9日現在のオリジナルをアーカイブ化。ランタン号運行始まる長崎鹿児島間の高速バス長崎鹿児島間の高速バス運行へ、健康通局11月1日から1日に往復。ありがとうございます。